とれたてみほファーム通信。どうもこんにちは、北のとれたてみほファームです。ひまわりが満開になってきました。なんかさ、遠くから見たらさ、ゴッホのひまわりみたいじゃないと思って、ちょっと遠くから撮ってみました。ちなみにお隣の畑は、ふさふさです。さすがですね。キャベツも白菜も大根もさつまいももふさふさ、すごいですね。私の畑はですね、今日もうトウモロコシを全部撤去、全部っていうか一個ちょっとこれ種が種になるかなと思って一個だけ残してるんですけど、あとはもう収穫して撤去しました。今日は結構暑くて、なんか涼しくなったりまた暑くなったりっていうのを微妙に繰り返しながら季節が進んでる気がしますね。ズッキーニは相変わらずこんな感じで、もうねまだ花も咲いてますよね、すんげー長いし。で、枝豆もう第2弾なんとなくさやがついてて収穫できそうかも、今シーズン中にね。で、トウモロコシこれ第2弾、ちっちゃめだけど結構、まあ、まあまあ虫食いもほぼなく受粉ほぼほぼできてる感じで、あとスティックセニョール1本だけ取れた。こっからね脇芽が伸びてくれるといいんですけどね。ナスとピーマン、アマナガ、シシト、この辺はもう問題なく取れてます。うちの白菜も今日は追肥して、ちょっと下葉の枯れてるところは取りました。あとさつまいもね。で、ちょっと最近雨降ってなくて、落花生が少し水が足りない感じになってたので、しっかり水やりをして、人参とか大根とかもなんとか枯れずになんとかなってます。こんな砂の畑なのにね、しっかり野菜が育ってありがたいですね。ひまわりも咲いたし、もうすぐあと1ヶ月半ぐらいでこの畑が終わりなので、ぼちぼち片付けなきゃいけないんですけどね。もう片付けほとんど何もない人とかもいるね。クウシンサイは1回ぐらい取れたらいいけど、クウシン大根もなんとかなんとかって感じですね。いや、終わる頃に本当1個ぐらいは取りたいな。先発の人参もじわじわって感じですね。今日はちょっとね、この後自然を感じてもらえるような無音のなんかイメージ映像みたいなのをちょっとお届けします。時々やっぱね、土に触れるっていうのは本当いいですね。前の畑も本当いいところだったけど、やっと少し馴染んできた感じがしますね。
いや、本当借りれてよかったですね。まだ終わりじゃないんであれですけど、ではまた。